あの、結婚してください。俺の名前は田中優斗。どこにでもいる普通の社会人だ。同棲中の彼女と付き合って3年目の今日、俺は意を決してプロポーズをしていた。手には俺の名前が書かれた婚姻届。しかし、ごめんなさい、あなたとは結婚できないわ。え、なんでこれだけ長く付き合ってきたのに。あなたには黙ってたんだけど、言ってなかったことがあるの。実はね。彼女に振られてしまった俺は一人寂しく帰路についていた。ああ、まさかこんなことになるなんて。この婚姻届もせっかく用意したのにな。もう持ってても仕方ないし、もう俺はダメだ。とにかく家に帰って寝るか。何もかも全部どうでもいいや。俺はやけになって婚姻届をくしゃくしゃに丸めて道端に投げ捨てた。あれ、何か道に落ちてる。これは婚姻届？名前も書いてある。田中優斗って先輩の。次の日、俺は会社にも行かず家の布団でずっと寝たまま過ごしていた。会社行かなきゃいけないのに元気が出ない。まあいいか、俺のことを大切に思ってくれる人もいなくなったんだし、仕事だって俺がいなくなっても誰も気にするはずないんだから。あれ、田中先輩ってまだ来てないんですか？ああ、連絡もなしに無断欠勤なんて田中にしては珍しいな。そのことなんだけどな、聞いたか？実は田中のやつ婚約破棄されたらしいぞ。婚約破棄ですか？そうそう、だから多分落ち込んでるんじゃないかな。私、今日の仕事終わりに田中先輩のところに行ってきます。おお、佐藤さんは田中を慕ってたもんな。様子見に行ったら喜ぶんじゃないか。そうだ、それで一つお願いがあるんですけど。ああ、お腹空いたな。でも外に出る元気もないや。あ、誰だ？まあどうせ宗教勧誘か何かだし、出なくてもいいか。ちょ、うるさいな。一体誰なんだ？一体どちら様？って、美咲ちゃん？そこにいたのは後輩社員の佐藤美咲ちゃんだった。おはようございます先輩。ああ、もう夜だけど。どうしたの、こんなところに。先輩が会社に来ないから心配してきたんですよ。そうだ、ちょっとこれ見てください。これは。田中、早く戻ってきてくれ。お前じゃなきゃ美咲ちゃんの面倒見れないんだ。美咲ちゃんが見せてきたのは同僚たちのビデオレター。どうしてこんなに困ってるんだ？だって田中先輩以外に誰が私の面倒を見てくれるんですか。そういえばそうだったな。美咲ちゃんは社内でもドジなポンコツ社員として有名だった。本人はこの通り明るい性格で気にしていなかったが、そのフォローをするのはいつも俺の役目だったのだ。ほらほら、みんなもこう言ってますし、元気出してください。それに先輩が帰ってこないと私は取り返しのつかないミスをしちゃいますよ。会社が沈みかねないかも。堂々ということか。けどそうだな、俺がまだまだフォローしてあげないとな。明日からはまた会社に行くよ。はい、今日はもう遅いので明日からまたよろしくお願いします。昨日は無断で欠勤してしまってすみませんでした。次の日、俺はいつも通り元気を取り戻して職場へと出勤していた。なに、いつも俺たちだって助けられてるんだから、お互い様さ。そうそう、でも美咲ちゃんだけはお前に頼むぞ。本当に昨日は大変だったんだからな。何があったんだ？早速なんですけど、作った資料の確認をお願いしていいですか？ああ、分かったよ。ってこの量は何？あれ、データを全部集めてこいって先輩が言ったじゃないですか。データを集めてまとめてきてねって言ったよね。仕方ないな。じゃあまとめ方を説明するからよく聞いておいてね。そして終業後、全部まとめ終わりましたね。田中先輩、ありがとうございます。ああ、大変だった。じゃあ今日はお疲れ様。また明日ね。はい、帰りましょう。あれ、美咲ちゃんの家ってこっちじゃなかったよね？え、そうですね、反対側ですよ。じゃあなんでついてくるの？い
よ。だって一人の家に帰るのは先輩も寂しいかなと思いまして。美咲ちゃん、どうやら彼女と別れた俺に気を使ってくれているらしい。なんだか元気づけられてばっかりだな。大丈夫です、私もいつも助けられてますから。だから困ったことがあったら何でも言ってくださいね。おー、珍しく頼もしく見えるよ。珍しくって何ですか。もう、じゃあちょっとだけ話を聞いてもらってもいい？はい、もちろんです。実は彼女とはもう付き合ってちょうど3年だったんだよ。そろそろお互いいい年だし結婚しようってプロポーズしたんだ。そしたら、私他に好きな人ができたの。あなたよりも魅力も解消もある人が。で、俺に男としての魅力がないからって、それで振られちゃったんだ。まあしょうがないよな、彼女の言う通りだし。ません。美咲ちゃん、許せませんよ、そんな女の子。ちょっとどうしたの、いきなりバットを持ち出して。田中先輩、今からその人のところに殴り込みに行きましょう。待って、落ち着いて。先輩のことをこんなに悪く言われて落ち着いてなんかいられません。二度と舐めた口を聞けないようにしないと。武闘派すぎるって。美咲ちゃん意外と血気盛んだったの。だいたい先輩の良さを全然わかってません。いつも困ってる私にすぐ気づいてくれたり、どれだけ私がポンコツでも先輩はいつも優しく教えてくれるんです。それにちょっとでも私ができるようになったらすごく褒めてくれて、だから私ももっと頑張ろうって気持ちになれるんですよ。そんな先輩のことを魅力がないだなんて節穴に違いないです。そっか、ありがとう。お世辞だとしても嬉しいよ。お世辞なんかじゃないですよ、全部本気で思ってるんですから。美咲ちゃん、その証拠を見せます。先輩、ペンありますか？ペンなら机の上にあるけど。お借りします。これ見てください、先輩が振られた日に捨てた婚姻届です。美咲ちゃんに拾われてたのか。私の名前書きましたから、今から出しに行ってもいいと思ってます。先輩はどうですか、私のことどう思ってますか。美咲ちゃん、彼女の目は本気だった。思い返せば彼女は入社した時からまっすぐな女の子だった。ドジなところはあるけど真面目で一生懸命で、そんな美咲ちゃんのことを俺も心の中では気になっていたのかもしれない。何がおかしいんですか。いや、ごめん、まさかこんなことになるとは思わなくてさ。本当に本気なんだよね。はい、この気持ちは嘘なんかじゃありません。ありがとう、俺も美咲ちゃんのことが好きだよ。先輩、嬉しいです。じゃあ早速明日にでも行きましょう。行くってどこに。役所に決まってるじゃないですか、婚姻届を出しに。婚姻届を出せる云々のくだりは単なる例え話だと思ってたんだけど。先輩、私にそんな芸当ができると思いますか。本気ですから。先輩、もう美咲ちゃんくっつきすぎじゃない。いいじゃないですか、結婚するんですし。次の日、結局役所に行くことになった。その場の勢いに押されたのだ。それより呼び捨てにしてくださいよ、もっと仲良くしたいです。じゃあ美咲も名前で呼んでくれる。いいんですか。そりゃずっと田中先輩ってわけにもいかないだろ。そうですね、ゆうとさん。さん、もう意地悪なんですから。いたゆうと。幸せな俺たちの前に現れたのはボサボサの髪をした俺の元カノだった。よかった、ずっと探してたの。今更どうしたんだ。あの、この方は元カノだよ。浮気してユウトを捨てた。ユウト、あの時はごめんなさい、私がバカだったわ。はい、別に好きな人がいるって言ったでしょ。でもその人ったら本当にクズだったわ。奥さんも言って私のことは遊びだって言うのよ。だから私たちもう一度よりを戻さない。あの時の婚姻届まだ持ってるかしら。ただタイミングが悪かっただけなの。そうと知ってればユウトと別れることなんてなかったのに。
婚姻届ならここにあります。あら、あなたは？ユートの彼女です。今からこの婚姻届を出しに行くんです。彼女って、ユート、あなたも浮気してたの？あなたと一緒にしないでください。ユートさんはあなたみたいなひどい人じゃありません。は？何をいきなりしゃしゃり出た。美咲の言う通りだよ。え？ユート？俺は美咲と結婚するって決めたんだ。もう別の女性と付き合う気は一切ないよ。ユート、そんな女のどこがいいの？私たち3年も付き合ってきたのに。私の勝ちみたいですね。さっさと引いた方がいいですよ。さもないと私のバットが火を吹きますが。え、分かったわよ。まったく、あんな人にユートを渡すわけにはいきませんね。そのバットはどこから出したんだ？まあいいじゃないですか。ほら行きましょう。役所はもうすぐそこです。こうして俺たちは役所に婚姻届を提出した。会社のみんなにも祝福された。会社では俺が美咲を支えて、家では美咲が俺を支えてくれる幸せな日々を送るのだった。